待て、エルロムス。何を迷うことがある。ダークスターをこの世界に押し付けてしまえば、それで全てが片付くのだ。だが、我らはこの世界を滅ぼしに来たのではない。救いに来たわけでもあるまい。何？今はガルベイラを手に入れるために動く。依存はあるまい。行くぞ、シリウス。我らも破壊神と化してよいというのか、エルロゴスよ。勇者降臨、少女の祈りは誰のため。これだけしかないの。でも明日はきっと。だからみんな、綺麗なお花を咲かせて。ここか。使い魔が消えた地点は。何か感じるか。いや、まだわからん。現状では情報不足だ。ならばいつものように。貴様もアルネスト同類か。私は情報不足だと言ったのだ。勝手にしろ。だが忘れる、我々に残された時間は限られているということをな。この町も昔は金を採掘して賑やかだったんですって。こんな町が、嘘だろ。金が尽きれば町も終わり。所詮人間なんてそんなものか。ゼルガディスさん、暗いです。その暗さが嫌な不幸を呼ぶんです。暗くて悪かったな。さてと。ねえフィリア、本当にこんなところに最後の武器が隠されてるっての？なんか騙されてるって感じなんだよね。なんですって？見事にあなたたちを探し当てた私の聖なる巫女の力をまだ信じないのですか？ダークスターの最後の武器は間違いなくこちらの方角です。フィリア、パンツ見えてるよ。あ、かわいい。お姉ちゃん、素敵な尻尾。はぁ？でもお姉ちゃん、こうしたらもっとね。ありがとうございます。綺麗なお花ね。なんだなんだ、まだそんなことやってんのか。あんな、さっさと見切りをつけしまおうぜ。こんな町、お前も一緒に来な。くだらねえ花なんか構ってねえで。さあさあ、花育てたってご飯は食えねえよ。私はいいの。それよりこれやっと咲いたの。大事にしてね。
いらねえよこんなもん。ちょっとあんた、それはないんじゃないの？あんだ、変なよそ者と関わり合いになるとろくなことにならねえぞ。今時やってくるやつなんか、どうせ金目当てのろくでもない連中ばかりだからな。誰がろくでもないって？ベフィスブリッツ！確かにろくなことにはなんなかったな、あいつら。それにしても寂しい町だよな。でも死んだおじいちゃんが言ってたの、昔みんな金を掘っていた頃はもっと住みやすくていい町だったって。でもある時町の井戸が突然全部枯れてしまって。井戸が？金も出なけりゃ水もない。この町にも先がないな。あ、大丈夫です。きっとこの町は勇者さんが助けてくれますから。勇者さん？うん、死んだお母さんがよく話してたの。花壇のお花が綺麗に咲くと困った人たちを救ってくれる勇者さんがやってくるって。だからこの町ももう大丈夫。そうですよ。アンナさん、きっと亡くなったお母様も遠い空からあなたの幸せを祈ってらっしゃるわ。はい。あのさ、それより今の私たちは最後の武器を。あれは？なんだ？どうしたんだアリーナ？行くぞ。はい。あ、勇者さん、あいつは、あいつは間違いない。リーナ、どうしたんだ急に飛び出してって。やつをアルメイスの仲間、確かにゲートが開いた時にいたわ。リナ、どうしたんだ？あの、お知り合いでも？そう、親しい間柄ってわけじゃないけどね。行け、我がしもべたちよ。仲間が？そうよ、絶対に見間違いじゃないわ。ダークスターのゲートで見たエルロゴスの片割れよ。異界の親族がこの町に。ってことは最後の武器はやっぱりこの町のどこかに？さあ、そこまではね。けどここに何かあるってことは確かね。けれどこの町でそれらしい話って言ったら。あ、勇者さんが来るって。だから大丈夫。そうか、まさか勇者様って。まさかよね、多分。はあ？
やはりこの地か。勇者さん、こんなところにいたんですね。あの、お食事どうかと思って急ごしらえなんだけど、いろいろ用意しました。こんなものしかないけど。はい、どうぞ勇者さん。私信じていました、勇者さんがこの町を救いに来てくれるって。ね、そうでしょ。塵にされちゃうんだから。違います、この人はそんな悪い人じゃない。だって勇者さんなんだもん。お母さんの言ってた町を救ってくれる伝説の勇者さんなんだもん。まだ探査は終わっていないぞ、エルロゴス。そんなものはもはや不要だ。奴らが現れた。この地を吹き飛ばすにはそれだけで十分だ。来るぞ。フレアーゲスト！クライボン！行け！トリ爆弾！おぉ！無駄なことを。驚いたか、ガウリー爆弾だぞ。じっとしてて。まだやる気か。気をつけろ、アルメイスとは違ってかなり好戦的な奴らだ。言っておこう、ダークスターをあえて撃たなくともこの世界に召喚し、そのタイルを断つことができれば我らの目的は完了する。そうだな、シリウス。なんだと。なんて勝手なことを。あとはどうなろうと我々には関係のない話だ。なるほど、確かにアルメイスとは違うわ。あんた親族のクズね。現実的と言ってもらいたいものだ。思い知らせてやろう、お前たちの無力さを。防御展開。ひどすぎます。みんな、わしが。わかってるけど、これが精一杯なの。近づかないで。それ以上近づくと攻撃します。勇者さん、お願い、町を救って。デュフラッシャー！どうして勇者さん、どうしてどうして黙ってるの。あれは勇者なんかじゃない。この世界を破滅させようとしている。違う、だってあの人、死んだお父さんみたいな優しい手をしてた。
これで終わりだな。あと、シーフ、なぜ止める？探査は終了した。何？探査は終了したと言ったんだ。どういう意味だ？あいつ、桁違いの大技を出すつもりだわ。今度食らったら持ちこたえられんぞ。リナさん、フィリア、退避して、できるだけ遠くに。はい、アメリアとゼルはもう一度全力で防御見解よ。はい、ガウリーは祈ってて。え、祈る？私はドラグスレーブでカウンターを当ててみる。黄昏夜の暗き者、血の流れより赤き者。またこれか。これはいわば魔封じの門。魔封じだと？二つの門を結ぶ先、我らが探し求めるもののありかが今わかった。ようやくか。ま、いいだろう。地下水脈の上に鉱山があったんだな。それがあいつ、シーリウスの力で。とんでもないわね。こんなことになるなんて。さあ、しっかり現実を見つめましょうね。アンナ、勇者さんなんて癒しないのよ。ね。あ、ちょっと。アンナ。国の礎、きっとこの町は豊かになりますよ。はいはい、勇者さん、ありがとう。さあ、行こうか。なあ、ゼルとフィリアはどうした？あれ、そういえば確か、これと同じものが前の町にもあったな。我が竜族が建てた忌まわしきものを封じる石板、長い年月を経て地中に埋もれたんだ。封じられているの。そんな。フィリア、どうした？大丈夫か？フィリア、フィリア。どんな時も自分を諦め。